こちらの世界でも主様のおそばにいられて心は幸せです。主様はいかがですか？こちらでは一緒にバトルをプレイするリーダーや使用したいフィールドが設定できます。主様、リーダーの選択ボタンを押してみてください。精神性、こちらで主様とご一緒にバトルをプレイするリーダーを選択できますよ。おいっす、勝ちましょうね。迷ったらまずはメインバトルを遊んでみましょう。順位に関係なく家具やバトルポイントが獲得できますよ。今回もまたどなたかにお会いできればよいのですが。きっと会えますよ。元気出していきましょう、コッコロちゃん。なんなのよあいつら、どう見ても怪しさ 120% って感じじゃない。とりあえず関わってもろくなことなさそうだし、どっか行くまでやり過ごそうっと。クンクン、むむ、クンクンクン、誰かいます。はあ、あいつ匂いで人に気づいたっていうの？ビースト族でもないのに何者なのよ。まあでもどうせ見つけられっこないわ。私の気配遮断は完璧だもの。しかもこの匂いは間違いありません。そこですね、見つけた、キャルちゃん。やはー、おお、さすがはペコリーヌ様、鮮やかな腕前、もとい花前でございます。そんな言葉あるか。何者よあんたたち。やっと会えましたね、ケルちゃん。お腹空いてませんか？寂しくありませんでした？口が悪いのは変わってませんから、元気そうで安心しました。人の話を聞け。まるで知り合いでしたみたいな口ぶりで私に近寄るんじゃねえわよ。殺すぞ、ぶっ殺すぞ。聞き慣れたキャル様お気に入りのお言葉、私つい懐かしさを覚えてしまいました。お元気そうで何よりでございます、キャル様。何よこいつら、どうして殺すって言われて喜んでるわけ？そういう趣味の変態。そうなのね、そうなんでしょ。誤解です。確かにキャルちゃんはついつい食べたくなっちゃうくらい可愛いです。でも調理は必要ないんです。ありのままの味を所望します。殺されて喜ぶどころか、むしろ私を食べる気なんじゃない。いやー、誰か助けて。やはりキャル様も私たちを思い出せないご様子。ペコリーヌ様と同じく戦うことでご記憶が戻られるでしょう。そうですね、さっきまでの私もこんな感じだったんですか？なんだかちょっと寂しいです。人の顔見て勝手に物悲しくなってんじゃねえわよ。ちょうどいいわ、あんたのそのムカつく顔、その王冠ごと吹っ飛ばしてあげる。始めましょう。行きに行くて。レイダ、よろしく頼む。戦闘なら任せて。
レベルアップです。やってみせる。いいだろう。やってみせる。攻めていこう。準備は万全だ。感謝しますわ。レベルアップです。ご飯ご飯歌っちゃうよ。いくよ。
お見舞いします。私が活路を切り開く。すみませんでした。受け取りましょう。当たって。私が活路を切り開く。財力の出番ですよね。次だ。
お見舞いします。こっちだ。逃さず攻め切る。いい感じ。当たって。私が活路を切り開く。当たって。そりゃあ、当たって。よし、油断せずに行こう。主様と一緒でございましたが、ペコリーヌ様は違う場所にいらっしゃいました。そっか、私だけじゃなかったんだ。ならいいわ。でもあんたたち、どうやってここに来たのよ。実は、あの台座が転送装置になっていて、ギルドハウスみたいなところや他のバトルフィールドに繋がってるんです。しれっと話に混ざってくるのね、あんたは。あれってそんなに便利な代物なんだ。転移魔法を応用してるのかしら。そうではないようです。術式は独自なもののため解読できませんでしたが、転移装置の魔力には親しみのようなものを感じます。さすがにそのあたりは調べちゃってるか。まるで種も仕掛けもわからない手品を見せられてるような気分ね。なんだかムカつくわ。今はまだわからないことばかりですけど、みんなが集まって記憶を示し合わせたら手がかりがつかめるかもです。頑張りましょう、ケルちゃん。
ここであの時ギルドハウスにいた美食伝のメンバーは揃いましたので、残るはトゥインクルウィッシュの皆様でございますね。ああ、そういえばそうだったわね。日和たちも私たちのギルドハウスにいたんだっけ。はあ、なんであんたが覚えてないのよ。確かあんたと、あれ、どうしたんですか、キャルちゃん。なんでかしら。私がトゥインクルウィッシュを美食殿のギルドハウスに連れてきたんだけど、その理由っていうか目的が思い出せなくて。キャルちゃんがトゥインクルウィッシュのみんなをギルドハウスに呼んだんですか。私は覚えてませんけど。コッコロちゃんはどうですか。いいえ、私にもそのような記憶はありません。キャル様にだけその記憶があるのでしたら、私たちはギルドハウスから動いていない可能性がございます。ああ、そうだわ、思い出した。ギルドハウスに戻ったらあんたたちはもう3人揃ってた。私が街で声をかけられたのよ。それでギルドハウスに向かったんだわ。だとしたら私たち7人が揃った時に何かが起きたのかもしれません。トゥインクルウィッシュのみんなからも話を聞いてみましょう。そうね、魔法が当てにならないところなんてとっととおさらばしたいし、早いとこあの3人を探しましょう。バトルのことを考えてたらお腹が空いてきちゃいました。あなたも何か食べますか？いらない？本当にいいんですか？